発信シ,シェリフィーはフランスのプロボクサー。リオン出身。元 WBC 世界ミドル級王者。1989年12月16日、シェリフィーはプロデビューを果たし6回判定負けを騎士白星でデビューを飾れなかった。この試合から3年近くブランクを作る。1992年10月3日、シェリフィーは約3年ぶりに復帰戦。 ムスタファ・ハチェミと対戦し2回 TKO 勝ちを収め、約3年越しで初白星を挙げた。1994年1月20日、フランスミドル級王者キーノ・レロンと対戦し8回、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。1995年4月1日、フランスミドル級王者ティエリート・トレビロットと6回、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 1996年4月5日、イーランドベターレと対戦し2回 TKO 勝ちを収め、初防衛に成功した。1996年10月19日、エブヨーロッパミドル級王者、アレクサンダーザティセフと対戦し12回判定勝ちを収め王座獲得に成功した。1997年1月25日、 ブランコ・ソボットと対戦し12回判定勝ちを収め12回判定勝ちを収めエーブ王座の初防衛に成功した。1997年4月26日、ネビル・ブラウンと対戦し6回2分44秒、TKO 勝ちを収めエーブ王座の2度目の防衛に成功した。1997年9月11日、WBC 世界スーパーミドル級王者ロビン・リードと、 対戦し12回1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。1998年5月2日、ミドル級に戻して世界再挑戦。WBC 世界ミドル級王者キース・ホームズと対戦し9回にダウンを奪われたが、12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。1999年4月24日、 前王者キース・ホームズの故郷ワシントン DC の MCI センターで対戦したが、ホームズの王座帰り先を許す七回二分十三秒、TKO 負けを喫し初防衛に失敗し王座から陥落した。二千年九月十六日、MGM グランドマーデンアリーナで WBA 世界ミドル級王者、ウィリアム・ジョッピーと対戦し八回と九回にダウンを奪われ十二回0から3の 判定負けを喫し WBC に続く王座獲得に失敗した。2001年7月21日、バヤモンのコリセオルーベン・ロドリゲスで元 WBO 世界スーパーウェルター級王者ハリー・サイモンと WBO 世界ミドル級王座決定戦を行い12回、0から3の判定負けを喫し WBC に続く王座獲得に失敗した。この試合で、 ナミビアのボクサーで初めての2階級制覇を達成したサイモンだったが正規王座で同年6月4日に一旦返上を宣言したアルマンド・クラインクが返上を取り消しを申請し認められたためサイモンは暫定王座に格下げされた2002年5月11日ロベルト・クレメンテ・コロシアムでバーナード・ホープキンスとのミドル級 トーナメント決勝で敗れた元世界3階級制覇王者、フェリックス・トリニダードの再起戦の相手として登場したが、4回2分32秒 TKO 負けを喫した。試合後トリニダードは、ホップキンスとの再戦を拒否されてしまったためにヶ月後の、同年7月21日に一度目の引退を表明した。二千二年十月十五日、フランスミドル級王者、 クリストフ・テンディリと対戦し10回判定勝ちを収め6年ぶりの大阪エリザキに成功した。2003年5月20日、故郷リオンでリディエルヌククムペコと対戦し10回判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2003年7月25日、エブヨーロッパミドル級王者ハワード・イーストマンと対戦し8回終了時シェリフィーの危険による、 TKO 負けを喫し6年ぶりの王座帰りきに失敗した。2003年11月22日、ベルファストのキングスホールで、後の WBA 世界スーパーミドル級王者で、イボ世界スーパーミドル級王者ブライアン・マギーと対戦し8回 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2004年12月4日、 ベルリンのエストレルコンベンションセンターで、後の世界2階級制覇王者、フェリックス・シュトルムと対戦し3回2分6秒小負けを、喫した。2005年6月17日、ルーディマルクーセンと対戦し、初回1分44秒 TKO 負けを喫した、試合を最後に、現役を引退した。ありがとうございます。